おはようございます。10月30日水曜日です。本日の水揚げ状況はまあ少なめかなっていう感じですね。まあ水曜日なんでね、まあなんとなく分かってたんですが、まあ出てないこともないんでね、それなりに出荷はあるみたいですが、まあ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 、やっぱ昨日とかに比べるとかなり少なめになってます。はい、ということで、まあまあまあ水曜日からしたらね、結構出てる方とは思うんですけどね。はい、見ていきましょう。はい、小木もね結構出てますんで、まあエビなり本物パラパラとあるみたいですね。今年は本当このいろんなエビがね、特にまあこのアシアカなんかもね、何回も言ってますけど、きれいに取れてますね。ここに来て太エビもねわーっと増えてきましたんでね、まあ、それなりに相場も爆上がりってことはないですけどね。はい、キスは少なめですね。その後ろにはサワラが少し後ろにありますね。サワラとこれいいね。おお、カチカチ、ヤズがパラパラ、まあ、ヤズも上がってくるんですが、値段は結構安めかなっていう感じですね。まあ物がね、物だけにね。はい、車エビ4匹の、あれでかいいね。まあ、車エビ自体はね、エビに限ってはこいつが今一番出荷っていうか少ないんですけど、結構まあまあいい値段してみますかね。まあ少なくなればね、やっぱ相場も必然的に上がってきますんで、はい、こんな感じで、まあ、一番手前はまず半分ぐらいって感じですかね。はい、活魚コーナーですが、まあ少しね出荷予定になってますね。そんなに多くはないっていう感じなんですけど、おお、クマエビ、クマエビやな、足赤く、これすごいね。また6キロは軽く入ってますよね。これだけいっぺんにね入れてもね、なかなか吐けないですよね。タイがちらほらと、こちらはスクモエビですね、飛び上がってます。はい、それから後ろは、ああ、ここの大きなタイが1枚、まあまあかな。タイも何枚かはありそうですけど、まあまあそんなに多くないかな。今日は件数自体が少ないからね、おそらくタイの枚数も少ないんじゃないかな。おはようございます。見たよ、テレビ見たよ、はあ、すごいね、伝説の漁師さんじゃね。すごい、いいことでテレビ出るんじゃけえわね。悪いことでテレビ出るんじゃけえ。いや素晴らしい。はい、大きなタイがおりますね。でかい。タイもね、まあ割とコンスタントに上がってますんでね。まあ物もね結構いいものもあれば、あ、おはようございます。今日何枚？今日2枚大きいんじゃろ。またいやいや、1個はまあまあでかいけど、まあ、1個は5枚。なるほど、けどやっぱこれで入れた方が見えるね、見えやすいからね。大きさが分からんとそれは値段つけれんわね。そうです。今は割と1個は頭がよかったから。はい、というわけで、まあタイもねほんと数枚ぐらいしかないですね。まあどんなんが出てくるかまた後見に行きましょう。はい、競り場ですが、今のところこんな感じ、3、4分目ってとこですかね。はい、まあそれでも一通りねあるみたいですね。小物はまあ水曜日にしては結構何件か出てますんでね、割とパラパラ見るようになりましたね。あんだけいなかったんですけどね。お、
これいいね、丸々してる。はい、隣も小物ですね。あ、今日も白サバが結構取れるようになりましたね。白サバウグちょうど唐揚げにいいですけど、まあ剥くのが手間ですよね。ちっこいから剥いてね、剥いた後にわあ こんだけかっていうような感じなんですけどね。3分の1ぐらいになっちゃいますね。はい、隣はチヌと、まあ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 いつもの同じような感じ。兵隊もね、やっぱなかなか群れにね出くわさないみたいで、まあ群れさえね見つかればバサーッと上がってくるんですけどね。はい、こちらまで出荷前です。おはよう。今週マメなじゃん、なかなか。今のとこ解禁症やろ。はい、ということでとりあえず今のとここんな感じですね。まあもう少しね出てくるんじゃないかな。はい、送りのりですが、今週水曜日はね、まあ市場自体は皆空いてるみたいなんですが、まあただね水曜日なんでね、2はそんなに集まってこないっていう感じですよね。まあそのうちね水曜って本当に日曜と同じような感じになるんじゃないかな。今はね月にだいたい2回ぐらいね水曜休みってのがあるんですけどね。はい、今日はかなり送りは少ないです。はい、下関便です。サンマ、タラ、マダラ、まだもね、マダラお酢をねもらったんですけど、まあまあぼちぼちいい白子出てきましたね。まだね赤いのが混じるんですよね。綺麗なのはもう綺麗なで真っ白があるんですけど。おはよう、タラコ。値段言っちゃいけん、ピーでいいやんけんわ、ピーなんで売ろうか。ひどいこと。うわーすごい、これは何なんこれ。これこう、あの魚の腹の中に入ってるやつ。何、小イワシ。もうキビナゴとかなんとウルメとか、なんでかんで、いろんなが、そうそう、キビナゴじゃろうね、うん、小さすぎてわからんねこれ。これで、ああ、これうまそうなね。何エチオピア？エチオピアっぽいね。なんかね、エチオピア。懐かしいです。ね、すげえ。釜揚げ作れそうなねこれ。あ、これそうそう。釜揚げするん。いやこれ、あの、はい。これは下のヤリイカですね。いいね、鮮度もいいし、輪切りにしようかな。はい、仙崎便来ましたが、まあ2は少なめですね。水曜日なんでね、めっちゃすごい甘鯛ありますね。戦場血抜き、わあこれは立派な、美味しそうな。これサムネやね今日の。仙崎甘鯛いいんじゃない。はい、仙崎も平政が上がってるみたいですね。これいいですね、丸い。昨日のね萩野も今日ねちょっとさばいて作ってみますけど、内臓はねもうバッチリやったですけどね。はいはい、味も今朝上がったばっかりでしょうね。タチンコチン、今年はねこう味が遅うまで割といいっていうかね。まあずっとねあったかい日が続いた経過かな。どうなんでしょう、まあだからね小魚も湧いて餌が豊富だから、こう大きなものもね何がいいんかもしれません。はい、今日もねスマが上がってきてましたんでもらいました。うん、結構ポツンポツン上がってきますね。これもいいですよ、2キロ後半ぐらいのスマガツオ、その下がアオリ、よう入ってますね。はい、こんな感じで仙崎身が入ってます。さっき、はい、というわけで今日はさすがに空箱も残ってますね。おはようございます。はい、まあ、大体できりましたかね。こんな感じで全体量はかなりやっぱ
少なめですね。はい、まあ少ないんですけど、とりあえずねパラパラと小物は揃ってますんでね。おーすごいすごい、久しぶりやね。今日は向こうがタイが少ない系ええかもしれん。うん、生き締めの天台がね20ぐらいあるかな、20以上あるな。あいいね。はい、あ向こうがダメでしたら、おお猫が喧嘩しよう。大喧嘩しようじゃん。はい、先ほどのタイ狙ってみたいと思います。ああ見物がこれがね急にパターッと少なくなったからね、本当にパラパラっと入っとってもすごい値段してますよね。見物じゃこあんだけ取れてたのにね。はい、ミミイカちゃんかわいいかわいいミミイカ、あ塩かけられた。はい、マナガツオも何枚か、まあ毎日ねパラパラと上がってきます。はい、こちらにはサラーでかいね、これ綺麗な、おおこれさらにでかい、これでかいね、やつが小さく見えるぐらいで。6キロぐらいありますねこのサラー、立派な。はい、で一番端もあー半分ちょっとぐらいまで、ここまでですかね。はい、全体的にこんな感じです。どの列も小物がパラパラっていう感じで、おー宮古ボラ、これはね来月10日過ぎから満貫始まりますんで、この宮古ボラとかね貝類、まあ、赤貝とかね平木とか鳥貝とかそういった貝類がね増えてくると思います。まあもうちょっと先ですけどね。はい、こんな感じです。はい、担ぎを戻ってきましたがどうでしょうか。先ほど出てなかったタイが、おおおお、でかでかいけどいいねこれ、おおこれは綺麗な大きな、5キロぐらいかな、これいいですね思わず。こっちはどうでしょうか。まあ2キロちょっとぐらいかな、まあまあですね、なり的には大きい方のがいいですけどね。そしてここにも1枚、うん、これもまあまあ、まあ悪くはないけどって感じですね。はい、その他はねこれ足垢ですね、すごいね足垢数が、おーおーおおお、足垢すくもエビ。エビとにかくすごいね、よう取れちゃうね、どれも2キロ以上入ってますんでね、すごい。小さめの鯛とヘダイが1枚、ヘダイいいね、ヘダイも結構太いです。この2キロぐらいの鯛こいついいな、これは良さそうよ。はい、こちらも何やら出てきましたが、何でしょう。わあ、スズキ、これ太っ、でかっ、おー、いや、このスズキいいね、これいいですね。おー、これも太いね、おーいい、ちょっとこのスズキも考えてみようかな、これいいね、泡で見えにくいけどみんなに内緒にしとこう。あ、ここにも A 体があります、おー、あーまあ私的にはまあまあのレベルですけど。はい、この体も
これはまあまあいい方のまあまあですはい、まあぼちぼちありますね、タイもね。はい、お時代もすごいすごい量の。はい、こんな感じでまあまあ数枚はあります。その鈴木でいいだろう、ブチ太いよ。2本ともね、すごいチャンスよ、チャンス。はい、って感じでまあ帰ればね頑張ってみたいと思います。はい、競り始まります。はい、じゃあね、まあとりあえずはタイから狙ってみたいと思います。少ないしね、高そう。はい、どれでも行こうか、いいですか。はい、今度は足が1枚、はい、らっしゃらっしゃ1枚、何歩か7000、はい、らっから1000、ねるからか6000、上げ6000、はい、らっから1000、ねるからか5000、上げ5000、おっさらか1000、上げ3000円の2000、はい、2000、ねるからか1000、1000、1000、1000、で回る記録、はい、1000、1000、1000、で回る記録、6番、番号、はい、3000、上げ3000、300円、3000、はい、らっから1000、ねるからか1000、上げ24、はい、すけの3本、はい、1400円ですけの3番、3番、足が1兆6000、はい、らっから1000、ねるからか5000、上げ よし。というわけで今日の活業ですが、まあとりあえずね1枚ゲットできました。まあまあまあいいんじゃないでしょうか。結構でかいんですよこれね。はい、とりあえずぼちぼちのとこ買いました。もう結構ね数が少ないからね、競争率高かったですね今日は。はい、ゲットです。結構3キロ後半ぐらいあるかな。はい、今日の荷物ですけど
ちょっと少なめ、寂しいですね。まあでもね、まあ、このサワラいいでしょこれ。時は来るから来るの。はい。あ、オリーカン。はい。調整程度ってとこですけどね。まあまあまあいいんじゃないでしょうか。はい。今日もねしっかり作って頑張りましょう。よいしょ。よいしょ。はい。大サワラ。ゲットです。ね。だから美味しいね。5.8 ぐらいかな、予想じゃ。そうですね。あったらいいなっていう。はい、ゲットできました。はい、というわけで、競りももうすぐ終わりそうですね。はい、私もこの辺で戻って頑張りたいと思います。水曜日の水揚げですけど、まあまあまあ、いつものようにね、まあ少なめ。でも水曜日にしてはね、結構、出てた方じゃないでしょうかね、これでもね。そのうち水曜もね、休みになるかもね。完全にはい、ということで、まあ、とりあえず今日もね、いるもんは買えましたんでね、これでお店の方はパッチリつけていけると思います。はい、ということで、さあもう早いですね、水曜日、週も真ん中です。今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあ、やるぞー、カズオちゃん、やるぞー。はい、それではね、戻って頑張りたいと思います。はい、水曜日の水揚げですけど、少なめでしたね。まあでもそれでも頑張ってね、出られた漁師さんは何件かありましたんでね、とりあえず小物と、まあ刺身ももね、少しありましたね。良かったんじゃないでしょうか。水曜日にしてはあった方と思います。一応送りの方もあったんですけどね、萩仙崎も。まあまあまあ、2位の漁自体はやっぱそこまで多くないかなって感じですね。まあ水曜日だからね。はい。で、まあ先ほども言いましたけど、まあそのうちね、ほんと水曜日っていうのは、完全な休みにはなってくるんじゃないかな。どうでしょうかね。はい、とりあえずね、まあ今日もいるもんはね、しっかり買えましたんで、はい、これでお店の方しっかり作っていきたいと思います。はい、天気がね、ちょっと今から崩れるような感じはしますが、どうなんでしょうかね。ちょっと微妙な天気が続いております。はい、ということで、まあとりあえず一日一日をしっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よし、頑張りましょう。はい、お店到着です。今日はね、天気はまあぼちぼち良さそうな感じなんですけどね、雨の心配はないでしょう。はい、まあ出れるといいですね。明日はね、週末にかけてちょっと、お、すごいな、大谷さん頑張ってる。おはようございます。おはようございます。何それ、モザイクちょうどいいかもしれない、モザイクでこうやって位置持ったらよ、うん、これなら小じわ見えんし、うん、いいよ、絶対見えん、うん、べっぴんさん、すごい、よろしくお願いします。こんなの何だっけ、ヨーヨーの人、デッカメンの人、デッカメンのヨーヨー、何なんか、ね、かぶってたやつだし、知らん、ね、スケバンデカ、スケバンデカやってくるかぶってくれないか、知らん脂もね、すごいですよ、これ手が、私とこちら安井さんじゃ向けるやん、うん、ね、いや、鳥のとこ多いって言わねえけど、いや、そうやったらさ、失礼なんだよ、失礼だな、何、うん、すごいですよ、これ食べてね、あとお刺身も置いてますんでね、うん、ぜひよろしかったらよろしくお願いします。待ってます。すごい、この人が
志村けんやる？いやちょっとセットが見ないしこれ、あ、キマサだってよ。19キロ。19キロ。昨日ね、ナイスボールを出したんですけど、はい、ありがとうございます。見てみて、すごい。あ、キマサ。エリアップセント。いい。いい。志村けん。あ、見てこれ。キーちゃんが飛んでます。見て、この横からのこれがまたいいよ、ここ、うん、いいよ、ありがとうございました、おやすみなさい。4.5 キロのタイだって頭だけでも秋元さんいらん。サイコです。ここ使ってないだけ。サイコです。すごいあれだけにしたら美味しいよね。絶対あの酒蒸しとかさ。あ、すいません、久しぶりじゃん。
皆さん、すみません、もっちゃ昨日はね、ちょっと、ちょっと待ってね、コルマックスさんさ、社長の携帯本体から借りて、ちょっと読もうかと思って、借りてきた携帯を。すごい長くてびっくりしたよ、コルマックスさん、これ。超長じゃん。みんなも多分、びっくりするかもしれん。いくよ。あとマロンさんも追加して読むけね。ちょっと待ってね。もっちゃんのそれは見れんけどね。見れん。いくよ。長いけね。丁寧なご説明ありがとうございます。そうか、脱走した大陸スズキ同士が広い海で出会って子作りに励んだとかって。あ、そういう意味ね。要所、いいよ。返したのね。あ、まさか駆け落ち？大陸スズキ隣のイケスの太鼓さん聞こえるか、逃げよう俺たちの声が許されないならって。なんかこれ何どういうこと。なんか大陸鈴木聞こえるわ、隣の陸尾さん、そうね、このままではいつか捕まって出荷されるだけ、青山鮮魚で出会ってももっちゃんに美味しくさばかれるだけ、逃げましょうこの声が許されないのなら。なんかちょっとドラマ、なんか明日の太陽が沈んだ時、大きな波に乗って僕はイケスを乗り越える、太鼓さんも一緒にこちらのイケスには破れがある、明日の太陽が沈んだ時私はそこを突破する、待っていて必ず行くわ、陸尾さん。太鼓さん、海でたくさん子供を増やそう、無限の海には僕たちの無限の未来がある、繁殖しましょう陸尾さん、私産むわ、20億個の卵で大陸棚を埋め尽くすわ。太鼓リクワーってなっちゃう、これすごいじゃん。なんかちょっと待って、コルマックさんがさ、ちょっとこういう面白い人とはちょっと思ってなかった、びっくりした。大陸鈴木の愛と命の逃避行はこうして始まった。第2弾、大谷さん熱熱演ありがとうございましたかな。いいね、おしょ社長の勝手にいいね、おしょ。すごい長いけど、私もびっくりしちゃったよ。読む前かと思ったもん、本当は。よかった。なんか誰かがこうやってね、作ってくれるといいね、本当にドラマを。タイ、陸王と太鼓の。ね、愛の物語。逃避行か。うん。そして、ありがとうございました。無事に読めましたので。安心してください。あとマロンさん、昨日ね読んだ後ぐらいに多分追加したらしてたから、青山鮮魚の皆さん、毎日お仕事お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。大谷さんの犬の話でマロンの名前が出て久しぶりにコメントします。あ、よかった。いろんな名前言ってたら入れてくれるかもしれないね、やったら。今日はさあ、そうか、秋政の話しようと。秋政私も15年前にミニチュアダックスフンド、フントって言うんだね。フントを飼っていましたが、去年の6月に亡くなりましたって、すごい長生きやったね。15年前、じゃ15歳か。去年の6月に亡くなったってことは、15年。何見てる？マロンさん。マロンさんの話してるよ、私。いや、マロンさんないよ。薄いね。昨日入ってたよ、1時間後に。昨日のよ。おとつい。あ、おとついか。うん。昨日の一生懸命探すよ。戻って。何なのでね、アイコンがマロンですって。あー、マロンちゃん。本当だ。犬が吠える問題よくわかります。そうよ、もう、すごい、やっぱり、動物飼ってたら、まあ大変なこともあるけどね。やっぱ家族だからね。可愛いじゃん、やっぱ自分のね、子供みたいでさ。何それをさ、なんかいじめたりするのは最低だからね。
なんかね、本当動物に対してひどい人っていうのはね、本当なんか何やさぐれてるちか、なんやろね、いっぱい食べていっぱいさ寝ていっぱい動いてなんかストレス発散してね、そっちに持っていかないようにね、もっとあの大事にねしてあげないと。分かった、マロンって言うとさ、分かった、もちゃん、ね、優しくするんよ、お母ちゃんにも。お仕事頑張ってくださいね。魚の目も見たいです、よろしくね。あ、魚の目好きなんだ、マロンさん。目がね、ありがとうございます。もう次行くよ、昨日のから、うん、10月29日特大ヒラマサブリバレンってのコメント紹介を読んでいきます。お願いします。はいはい、よし、なんかやっちょ、ね、久しぶりじゃない、畠山さん、さとしさん、さとしさん元気、こんばんは。皆さん、ま、お元気ですか。大谷さん、お元気ですか。社長、お元気ですか。また店に行きたいと思いますって、いつ来たんですか。え、すごい気になる。え、もし来てたらちゃんとあの畠山ですって言ってもらいたいですね。今度はこんだけコメントくれるのにね。私が畠山です。私が大谷ですって言いますから、私が畠山ですって言ってもらったら。魚大好きなんで刺身好きです。寒くなってきたので風邪気をつけてください。来て話してたりしてね、わからんね、もう。そうなんだ、ありがとうございます。続きまして富永さん、青山鮮魚の皆さん、お仕事お疲れ様です。もきっちゃん、もっちゃん、ひらまさにぶりでかい魚さばき、ご苦労様です。はい、お疲れ様でした。しっかり、うん、そうそう、しっかり内臓脂肪ありますね、うん、あったね、あった、うちがあったから、ブリ、ブリの方が脂が、まあ、当然、まあ、魚から見て、平和さっき今日見たみたいに胃が硬いけど、うん、あの辛味のところずっと移しとって、そうよね、うん、いいと思う、あのアングル、理由はやっぱあの触ったら分かる、手にこう脂が、まあ、フライなんの、フライなんの、はい、フライになんの、明日でもさ、うん、まだ、まだフライになんないの、まだ、フライが食べたい、チーズ挟んでフライにしてピローンって、大葉とチーズ挟んでまして、フライ、そっち系、うん、そうそうそう、フライよ。大谷ちゃん、アナゴのさばきだいぶ上達、え、そのさばき方さすが、流れるような作業素敵、ありがとうございます。早技知ってし、わざとだし、知らんし、ちょっともっちゃんがいじめるよ、漢字が読めんけってさ、なんかチクチクさ、いや自分の思いでさ、喋ってさ、あんな読んでいてもいいかもいいかも、私、早技って言った、早技でも読めるんじゃない、でもこれもしかしたら作業したから作業でも読めんじゃない、読めん、これ読めない、ちょっと読めるんじゃない、ちょっと目細めたら。うん、続きまして、ちょっと待って、思い出した、ジョアキーナフォルテなんで、ごめんなさい、いつも忘れる、紙にだけ壁に書いちゃう、これね、もう、ジョアキーナフォルテさん、ありがとうございます。いつも一緒にお楽しみください、イタリアからよろしくお願いします。3日終わりじゃん。続きまして福田さん、はい、通りすがりの志村もきつさん、大きなヒラマサとブリの解体お疲れ様でした、お疲れ様、うん、場所カジキ、今日おろした、場所カジキも全部お刺身美味しかろうね、お刺身よりやっぱ全部握りにした方がいいね。店の棚全部こう場所カジキ握りをパーって並べてさ、詰め放題とかさ、したらいいよね、よくあるじゃん、一貫の人みたいな、詰め放題、パックに、お嬢、水炊きは汁物やけん傾けよって言ったら全部こぼれてしまうばい、美味しかった、あれ昨日の、水炊き行こうってここで食べて帰って、ああ、うん、もっちゃんちゃんぽんやった、
いや、あれ、オイもだって、まんま、一番でかいやつだっけ。小さいのがなかったっけ。続きまして、井出様です。はい。なんだ、こんな絵文字ある？あ、あるんかね、こんなんか。まあ、ストアか、ストアかなんかにね。いつも楽しく拝見しています。みんな大好き口の中。金具具、貝殻も砕いてしまうとか。天然特大ヒラマサ、口の中にも胃袋にも小魚、へそも味が口の中に、うん、口の中、胃袋の中には、あ、中は面白いですね。また、またお願いしますって。今日、あ、そうか、味が入ってた。ひずまみれの。前で、まあ、餌を持った時に、うん、それで前にしてね。わぁ、前日の投稿内容してくれてるわね、これ、またまた。みんな大好き口の中、エソかわいい顔しちゃって歯がない餌は丸飲み。あ、歯がない餌は丸飲み。歯がある魚は咀嚼するんですかね。あ、そっか、噛めるもんね。あの歯が少ない魚のところじゃ、だからもうバーってさ丸飲みしようじゃん。でも大体丸飲みするよね、エソも。カマスとかもそのまま入っちゃうじゃん。あまり考えたことないことにあれやね、言ってくるね、井出さんは。教えて社長、青山社長。私がよく検索している坊主こんにゃく市場、魚貝、魚介類図鑑のサイトには、魚の標準和名、地方名、市場名の項目がありますって。なんと場所、山口県宇部市場では、青山さん、あ、魚市場ね、そうそう、魚なんか前あったよね、こっちで提供して送ったのが、なんかあったよ、なんか送ってくださいっていうのが。社長は宇部の魚博士ですかって。なんかね、魚なんか送ったことがあるね、なんか忘れたけどね。続きまして、永田さん、久しぶりじゃない。なんかタコの値段がマグロのキロ単価より高くなったとテレビ、最近テレビでやっていましたって。へえ、あ、じゃあいろんな諸条件、いろんな諸条件があるそうですが、長くなるのでまた今度でって。なんかもうカットされたくないやん、バサーってなくなっちゃう。明日にまた、片柳さん行こうか。青山鮮魚の皆さん、お仕事お疲れ様です。社長、あ、今日も結構な水揚げがありましたね。社長が仕入れた萩さんの19キロの天然ヒラマサを、元永さんが北海道産の12キロの天然ブリとともにさばいていましたが、どちらも油のりのりで刺身にしたらさぞかし美味しそうです、美味しいでしょうねって。わかりません。大谷さんがさばいているエソを見せましたが、魚をくわえている姿がまるでエイリアンのようでした。もう一回、もう飲み込む、多分歯が凶暴やけどさ、一回か入れたらもう抜けれんと思うよ、魚ね。社長、おすすめの芭蕉カジキの刺身も刺しが入り、とても美味しそうでした。皆さん、これからも和気あいあいとした雰囲気で仲良く頑張ってくださいね。和気あいあいに見えるかね。ブーンってなっちゃうもんだよね。続きまして、直田さん、2回目ね。あ、最初こっちで向こういたんかね、うん、お嬢、お疲れ様です。最近のコメントは質問やらなんやらかんやら長い説明も大変ですねって、うん、コメントすると実際のコメントが合わないときは編集を何回もするとなんやらどっか行きますよって、うん、でしょうね、うん、消えてどっか飛んで宇宙行ったんじゃない。京子さん、そんな時は新しい順をクリックすると入ってますよ。一度試してみてください。ちょっとやって、もっちゃんもやってもらおう。米消えたのか。あ、でコルマックス様拝聴、対策だったのにって読んだよ。タイコとね。ドラマ決定。あ、はい、入った。いや、新しい順にして、
新しい順にしたら入るって言ったね。見てみて、コルマックスさん。あ、入った入った。あ、入れさんも入った。入れさんも入った。入ってなかったのに。入った、昨日の分が。そうなの？ありがとう。入った、無事に、うちのにも。よかった。あ、入った。じゃあ今度から見れるときはそうしようか。ありがとうございます。あ、え、誰？あ、いが。はい、そっす。以上となります。はい、終わりましょう。うん。ではね、本日も皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。また今日すごい天気けど台風が来てるって言ってた。うん。お気をつけくださいね。3連休、うん、そうそうそう、うん、ではまた明日元気にお会いしましょう。またまたです。早寝早起き。